猫ちゃんはその独特な知性と行動で知られていますが、その賢さをどのように測定できるでしょうか。この動画では、猫ちゃんの賢さチェックと題し、あなたの猫ちゃんがどの程度賢いかを判断するための様々な指標を紹介します。猫ちゃんの学習能力、問題解決スキル、記憶力など、猫ちゃんの知能を示す様々な行動を探ります。あなたの猫ちゃんがいくつの項目に当てはまるか、チェックしてみましょう。このチャンネルでは、猫ちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、見慣れないものは警戒しながら調査する。猫ちゃんの賢さを測る一つの方法は、新しい環境や見慣れないものにどのように反応するかを観察することです。猫ちゃんは非常に好奇心旺盛な動物であり、未知のものに対して警戒心を持ちつつも、それを探求する本能があります。例えば、家に新しい家具が追加された時や、見慣れないおもちゃを前にした時の猫ちゃんの行動に注目してみましょう。賢い猫ちゃんは、初めは距離を置きながらも、徐々に近づいて匂いを嗅いだり、触れてみたりすることで、新しいものの性質を理解しようとします。この探索行動は、猫ちゃんの知的好奇心と適応能力の高さを示しています。また、猫ちゃんが新しい環境に慣れる過程で、様々な視点から物を見たり、異なる方法で接触を試みたりする様子は、彼らの問題解決能力の表れでもあります。猫ちゃんが未知のものを警戒しながらも、積極的に調査する様子は、その賢さの重要な指標となり得るのです。その2、未開封でもご飯だと理解している。猫ちゃんがどれだけ賢いかを示す、もう一つの面白い例は、彼らが未開封のご飯を理解していることです。猫ちゃんの飼い主さんなら、誰もが経験するであろうこの現象は、猫ちゃんがその包装や容器を見ただけで、中身が自分の食べ物であると認識できる能力を持っていることを示しています。これは、猫ちゃんが視覚的な情報と経験を結びつけ、学習する能力があることを意味します。例えば、猫ちゃんは特定のフードパッケージの形や色、さらにはそれを持ってくる人の行動パターンまでを覚え、それが食事の時間であると理解します。このように、猫ちゃんが未開封のフードパックを見て、ご飯だ、と反応することは、彼らが日々の生活の中で学習し、記憶を利用して行動している証拠なのです。猫ちゃんのこのような行動は、彼らの観察力と学習能力の高さを伺わせます。その3、ドアや戸棚を自分で開ける。猫ちゃんの賢さのもう一つの証は、ドアや戸棚を自分で開ける能力にあります。この能力は、猫ちゃんが物理的な問題を理解し、それを解決するために、必要な動作を学習することができることを示しています。猫ちゃんがドアのノブや戸棚の取っ手を使って開けるのは、単なる偶然ではなく、意図的な行動です。彼らは試行錯誤を重ねながら、特定の動作が望む結果をもたらすことを学びます。例えば、戸棚の上に自分の好物が隠されていることを知っている猫ちゃんは、その戸棚を開ける方法を見つけ出すために、様々な手段を試みます。彼らは時にはジャンプして取っ手に体重をかけたり、足を使って引っ掛けたりするなど、目的を達成するための創造的な解決策を見つけ出します。このような行動は、猫ちゃんが環境にあるものの使い方を理解し、それを自分の目的に合わせて利用できることを示しています。さらに、ドアや戸棚を開けることができる猫ちゃんは、その技術を一度覚えると、必要に応じて何度でも繰り返し使用します。これは彼らが持つ高い記憶力と学習能力の証明であり、
猫ちゃんの賢さを感じさせる行動の一つです。その4、遊びが何より好き。猫ちゃんが賢いことを示すもう一つの特徴は、遊びを通じて学ぶ能力です。猫ちゃんは遊びを単なる楽しみだけではなく、治療本能を養うための訓練としても利用します。例えばネズミのおもちゃを追いかける遊びは、狩猟時の追跡や捕獲の技術を練習しているとも言えます。このような遊びは、猫ちゃんが自身の本能に従って行動し、それに必要なスキルを自然に身につけていく過程を示しています。また猫ちゃんが新しい遊びやおもちゃに興味を示し、様々な方法でそれを探求する姿は、猫ちゃんの好奇心の強さと学習意欲を表しています。遊びを通じて猫ちゃんが新しい技術や行動パターンを発見し、それを楽しみながら習得していく様子は、彼らの知的好奇心と創造性の高さを示すものです。猫ちゃんが遊びを何よりも好むのは、それが彼らにとって重要な学習機会であり、生涯を通じて新しいことを学び続けるための手段だからです。その後、隠したものがどこにあるのか理解している。猫ちゃんの賢さのさらなる証は、隠されたものの場所を理解していることにあります。この能力は、猫ちゃんがものの恒常性を理解していることを示しています。ものの恒常性とは、ものが視界から消えたとしても、そのものが依然として存在し、同じ場所にあると理解する認知の概念です。猫ちゃんがおもちゃや食べ物を隠した後、それを探し当てる過程で、この能力が顕著に現れます。猫ちゃんは隠したものがどこにあるのかを追跡し、見失っても諦めずに探し続けることが多いです。これは彼らが状況を理解し、記憶を頼りに行動していることを意味します。このような行動は、猫ちゃんが単に見た目で物事を判断するのではなく、複雑な認知プロセスを通じて世界を理解していることを示しており、その賢さの重要な指標となります。その6、指示に従う。猫ちゃんは独立心が強く、自分の意思を持って行動する動物とよく言われますが、実は訓練によって簡単な指示に従うことができることもあります。これは猫ちゃんの賢さのもう一つの証明です。猫ちゃんが座れや恋などの指示に反応する様子は、彼らが人間の言葉やジェスチャーの意味を理解し、それに対応することができる能力を持っていることを示しています。また猫ちゃんがトリックや特定の行動を教えられることもあり、これは猫ちゃんが学習し記憶する能力があることを意味します。猫ちゃんが指示に従うことは、彼らが人間とのコミュニケーションを理解し、それに基づいて行動を変えることができることを示しており、その社会的な賢さを反映しています。その7、一度叱られたことを覚えている。猫ちゃんが一度叱られたことを覚えている能力も、彼らの賢さを示す重要な側面です。この能力は、猫ちゃんが経験から学習し、その学習を将来の行動に適用することができることを意味します。例えば猫ちゃんがキッチンのカウンターに上がることを叱られた場合、多くの猫ちゃんはその後同じ行動を避けるようになります。これは猫ちゃんが叱られることを不快な経験として記憶し、同じ状況で同じ反応を避けることを学んだ結果です。猫ちゃんが過去の経験を記憶し、それをもとに行動を修正する能力は、彼らの高い認知能力と適応能力を示しています。このように猫ちゃんは単に瞬間的な刺激に反応するだけでなく、過去の経験から学び、それを将来の行動に生かすことができる知的な生き物です。彼らが一度叱られたことを覚えているこの能力は、猫ちゃんが自分の行動について深く考え、その結果を予測できることを示しています。これは人間との関係の中でも
重要な役割を果たし、猫ちゃんと飼い主さんまのコミュニケーションをスムーズにすることに貢献しています。猫ちゃんが過去の叱責を覚えており、それに基づいて行動を変えることは、彼らが経験から学習する能力が非常に高いことを示しており、その賢さの重要な証明となります。この学習能力は、猫ちゃんが人間との生活の中で様々なルールや境界を理解し適用するために不可欠なものです。その8、二度と同じ失敗はしない。猫ちゃんが示す賢さの一つに、二度と同じ失敗をしないという学習能力があります。これは猫ちゃんが過去の経験から学び、将来の行動を調整する能力を持っていることを意味します。例えば、猫ちゃんが何かをして怪我をしたり、不快な経験をしたりした場合、それを記憶して同じ状況での再発を避けようとします。これは単に痛みを避ける本能だけでなく、経験から得た知識を活用し、より賢い選択をする能力を示しています。猫ちゃんが同じ失敗を繰り返さないのは、彼らが単なる状況反応ではなく、意識的な選択をしているからです。このようにして猫ちゃんは日々の生活の中で学習し、自身の安全と快適を確保するための賢明な判断を下すことができます。その9、名前を認識。多くの猫ちゃんが自分の名前を認識する能力を持っています。これは猫ちゃんが音声のパターンを識別し、特定の音声が自分に関連するサインであることを学習できることを示しています。名前を呼ばれた時に猫ちゃんが反応するのは、ただの条件反射ではなく、彼らがその音声パターンを自分自身と関連付け、意味を理解しているからです。名前を認識する能力は、猫ちゃんが人間の言葉や声のトーンに敏感であり、それらから情報を抽出し、コミュニケーションを取ることができることを示しています。猫ちゃんが名前を聞いて反応することは、彼らの社会性と人間との関係性を深めるための能力の表れです。その10、人の気持ちを察する。猫ちゃんは人の気持ちを察する能力も持っています。これは猫ちゃんが人の表情、声のトーン、体の動きなどから感情の変化を読み取ることができることを意味します。飼い主さんが悲しんでいる時や体調が悪い時に、猫ちゃんがそばに来て慰めのような行動を見せることはよくあることです。このような行動は、猫ちゃんが人の感情の変化に敏感であり、それに対して適切な反応を示すことができる賢さを持っていることを示しています。猫ちゃんが人の気持ちを察する能力は、彼らが単なる感情の鏡ではなく、相手の感情を理解し、それに応じて行動を変えることができる複雑な認知能力を持っていることを意味します。この能力は、猫ちゃんと人間との深い絆を築く上で重要な役割を果たしています。猫ちゃんの賢さチェックを通じて、猫ちゃんの知能を測定するための様々な指標を学びました。この動画で紹介された項目は、猫ちゃんの学習能力、適応性、観察力など、彼らの知性を示す様々な側面をカバーしています。あなたの猫ちゃんがこれらの項目の多くに当てはまる場合、それは猫ちゃんの高い知能の証拠かもしれません。しかし、すべての猫ちゃんはそれぞれユニークで、賢さを測る一つの基準はありません。猫ちゃんの個性を大切にしましょう。このチャンネルでは、今後も猫ちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。